こんにちは今日はページアでマスウィーザーマススクワットについて良かった点をお話ししたいと思います。一つ目は問題の数です。えっ、ー、と、一日短時間でパッと集中して取り組むにはちょうど良い問題の数でした。そして私も忙しい中、さっとチェックすることができて、えっ、ー、と、とても良かったです。で、二つ目は、えっ、ー、と、子どもの 子どもが文字を書く練習ができたということです。で、三つ目は、えー、っと算数の基礎である足し算、引き算、掛け算、割り算をえー、っと集中して取り組んで、また問題をやりながら苦手なところを見つけたとき、そこをえー、っとまたさらに復習するということができたということです。このページャでますウィズダーマススクワットはとてもおすすめする。